はい、どうも、こんにちは、福成修司です。アディロンダックスプルスがトップで、サイドバックがコアのギターを演奏しました。まずね、見た目から入るのはあれなんです。コアの木目というかね、サイドバックサイド、これなんかちょっと輝きがあって僕はすごく好きな見た目です。で、音なんですけども、演奏した時に思ったのが、一音一音のツヤがすごい立つなと思いました。だからこれも結構一音一音の綺麗さ、そういう曲に用いたら、生きてくるんじゃないかなと思いました。倍音も豊かで、低音もね、綺麗に豊かに出てくれる感じのギターだと感じました。ありがとうございます。